前回のあらすじ。完成、鉱山拠点。と、いう新しい番組がスタートして、3日目までの作業が終了した。皆様、お久しぶりです。今日も元気に平和に、ライジングワールドをプレイしていきます。早速ですが、4日目の締めくくりです。4日目も、ざっくりとした床張りをしていました。この日は、画面向かって奥側の床を取り付けていました。これで、こちら側の建物の、大体の大きさは確定です。さらに、地下にもいろいろと作ったものがあるので、見に行きましょう。扉さん扉さん、私を入れてください。地下に張った床は、前回もお見せしたもののままです。新たに作ったのは、こちら。この階段です。これにより、地下と地上を結ぶ動線は2本目となりました。以上が、本日の作業内容です。ちなみに、鹿さんはまだご在宅中です。今日も建築するぞと思ったら、木が成長していました。ちょうど、木材の在庫もなくなっていたので、ここで一気に伐採します。そして、伐採し終わったのは、こちらです。とりあえずと思い、上の部分だけを伐採してみました。画面の左側に残してあるものは、ちょっと実験をしたいので放置してあります。奥の松の木みたいなやつも同じです。もうちょっと成長してくれないのかなぁとか思ってます。で、なんでここのシーンの BGM がこんなに悲しそうなものなのかというと、この後、根元の伐採と苗木の植え替えだけで、今日含めに2時間も消費してしまったのです。資材が不足しているとはいえ、想像以上にかかってしまいましたし、すごく疲れました。さらに、録画後に何本の木を伐採したかを調べたところ、28本という結果でした。ある意味、すごい自然破壊です。その分だけ、苗木を植えておきました。結果、こんな感じです。計画的に見えて、実はバラバラに植樹したという苗木です。丸太の方は、135個集まったので、しばらくの間は大丈夫でしょう。これで、貴重な2日間は終了です。この2日間の作業をまとめると、このようになりました。では、建築作業の方を再開していきましょう。7日目は、主に地上と地下の動線の建築をしていました。これは、部屋向かって中央部のところです。階段の周りに壁を設置して、落下防止の対策をしています。ちなみに、ここから地下へは、はしごがかけられているのですが、建築中は、よくこうやって落ちてました。なかなか痛いです。で、元の場所に戻ろうと思ったのですが、この鹿さんに邪魔されてしまいました。ずっといるので、早急にお帰り願いたいのですが、攻撃すると、こちらが帰り討ちに遭うので、大変です。どうやって上に戻ろうかと考えているのですが、この状態をチャンスと見た私、早速飛び込みます。なんとか、登ることができました。そんなこんなで、完成したのが、こちらです。階段と壁をつけて、安全性を確保した、ちょっとした小部屋を作ってみました。ここは、上下の移動にはしごを使用します。ですが、私、はしごの使い方がすごく下手くそなのです。降りるのが怖いです。鹿さんは、未だにご滞在中です。そろそろご帰宅願います。そんなこんなで、7日目は終了です。7日目の作業内容は、上下通路関係の作業でした。
ところ変わって、8日目の作業報告です。先ほど紹介した階段のところに、ドアを設置しました。設置してから分かったことですが、想像以上に重たいです。ちなみに、この階段の壁がお気に入りです。8日目も、主に地上と地下の動線の作成をしていました。今日メインの作業はこちらになります。ここは、これまで峡谷の下に行くために使っていた、通路の場所と同じところです。ここにも、階段と壁を整備しました。これで、安全に下まで降りることができるようになり、私も一安心です。これで、地上と地下の通路3種類が、すべて開通したことになります。これで、8日目の作業は終了です。8日目の作業内容をまとめると、先ほど紹介したものに合わせて、鹿さんが無事にご退店なさりました。翌日からは、外壁の貼り付け作業をしていきます。外壁の色は、前に紹介していた、この色合いのものです。実は、この建物を作るのに、参考にした画像があります。Google 先生で、木造、と、検索して一番最初に出てきた建物です。外壁を、画像のような色合いにしたかったのですが、今回は、あえて暗めの外壁でやってみようかと思います。正直、どうなるかは未知数ですが、実際、でもないから期待してほしくないところです。外壁の設置工事を見ながら、米返しでもと思ったのですが、最新のものは、コメントの数もめっきり減ってしまって、皆さんの忙しさと絶望感がひしひしと伝わってきますが、最初の頃に上げていたパートでは、新しいコメントをちょこちょこいただいて、ちょっと嬉しかったりします。これからも、皆様の温かいコメントをお待ちしております。さて、外壁工事ですが、この後、重大なミスに気づいてしまいました。ここ、完全に柱を立てるべきところに、壁が来てますよ。完全に施工ミスですね。これはさっさと直さないと。と、このようにして、できた外壁はこちら。内側から見ると、なかなかいい感じに見えます。今は、窓とかをつける枠などは作っていませんが、おいおい作っていこうと思います。この、地下への入り口側にも作ってみました。外から見てみましょう。壁ができると、それっぽく見えますね。というわけで、本日の作業はここまでです。本日の作業内容をまとめると、こんな感じになってます。玄関アプローチといっても、レンガを置いただけなので、完成した時にでも、紹介します。というわけで、自信作の手すりを見ながら、今回はここまでです。次回も、この建築の続きです。ではまた。